こんにちは。ナナです。面白くなってきました。羽生九段が王将戦第4局で根性の勝利を見せました。藤井王将の存在が出現したことで、内なる闘志に再び火がつき、炎が燃えたぎっているように思えます。これでタイトル戦では3度目の2敗。叡王戦で豊島九段、竜王戦で広瀬八段に次ぐ記録ですが、ここから連勝して、第6局で防衛になると確信しています。王将戦は、1950年に創設され、翌年にタイトル戦に昇格していますので、72年の歴史がありますが、それでも、これほど注目を浴びた対局はなかったことでしょう。杉本八段が、対局前に、羽生九段となら学べることが多いので、フルセットになってもいいというような内容のトークをしていましたが、それがもしかすると現実になることがあるかもしれません。ですが、それでも防衛は譲りませんが、50歳を超える羽生九段がここに来て AI を活用し、先駆者への挑戦で力を見せていることに驚くとともに諦めない大切さも感じるところです。それでは対局を振り返りましょう。2月9日から2日間の日程で、毎日新聞社、スポーツ日本新聞社主催第72期ヤルゾク杯王将戦7番勝負第4局が、東京立川にございます空のホテルで指されました。控え室からは、富士山がくっきり見えていたようですが、藤井王将は見えていたのでしょうか。立ち会い人は森内九段。副立ち会い人は佐々木大地七段。記録係は、門倉五段門下の斉藤三段が担当。持ち時間はストップウォッチ方式の各8時間。両日とも昼食休憩と午前午後のおやつが提供されました。1日目を迎えた立川の気温は4度でピンと張り詰めた空気の中で、対局者の到着を関係者一同が待っていました。そこへ羽生九段、藤井王将の順番で入室指板に駒を並べて準備を始めます。本局、藤井王将の置物は大地の色で、落ち着きを感じるお色味。2日目の解説でした深浦九段が話していたように、袴がシワにならないように、ふわっとさせて座っていましたが、所作が自然で、タイトル戦常連の貫禄があります。先手は羽生九段でしたが、戦型は、角換わり腰掛け銀とひるまないところがすごい。佐々木大地七段は、角換わりは、藤井王将の土俵、後手番でも深い研究がなされていることが想定できるため指さないのではないかと話していましたが、そこに挑戦してきたわけです。両者の対戦成績は藤井王将から見て9勝2敗でしたが、まさかの黒星で3敗となりました。羽生九段にとってこの対局で負けると早くも角番という状態でしたから、先手ということもあり重要な対局でした。王将の永世称号は通算10期獲得が条件ですが、これまでこの成績を残しているのは大山15世名人と羽生九段のみ。羽生九段は1996年2月14日に前人未到の7冠を達成していますが、最後に獲得したのが王将でした。これで7冠揃った思い出深いタイトル。本局は30手目までは200局以上前例がある将棋で、先手の勝率が5割7分ほど。そこから20手ほど進んだ51手目で、羽生九段が4五桂としますが、この手に対して森内九段が見たことない将棋です。すごい手が出ましたよ。と驚き、佐々木大地七段も共感していたようですが、この局面では、藤井王将は前傾姿勢になり集中して読みを深めている様子がありました。藤井王将は、これまで、普通の棋士が指せないような手を平然と指し進め、驚かせてきましたが、そんな竜王でも想定していないような手を研究してきた模様。そして、1日目が終わる時刻になり手番だった王将が封じ手を行いました。今期王将戦では、これまでの3局は、すべて、羽生九段が封じ手を行いましたので、王将の封じ手は初です。18時になると、すぐに封じ手の意思を表明していますが、この手に使った時間は144分。
谷川十七世名人と森内九段が、ここは、勝負どころだとしていただけあって、重要な局面だったことがわかります。森内九段と佐々木七段が予想した封じ手は5二同、銀でしたが、本譜は同、玉でした。AI 形勢だけを見ると、この封じ手以降先手が確実に指しやすくなっていることを AI さんが示しているため、この一手が、この将棋の明暗を分けたようにも見えます。2日目の東京は極寒。雪が降るほどでしたので、冷え込みが激しい一日でしたが、藤井王将の将棋ではお目にかかることがない状態へと午前中から突入していきます。11時15分74手目で、すでに形勢が後手 18% になっていたので、目を疑いました。藤井王将相手に、こんな将棋を見せてくるとは、羽生九段には驚かされます。その後も勢いは変わらず、そのまま先手が押し切った将棋だったように感じます。解説の深浦九段も驚きを隠せない様子でしたが、多くの人がそんな気持ちだったはず。細かな駆け引きから、藤井王将が6筋の歩を進めたところで、羽生九段が4筋に桂馬を跳ねて前例を離れると、温めてきたであろう攻撃を開始し、後手を追い詰めていきます。後手陣への軽快な桂の成り捨てに対し、藤井王将は2時間24分に及ぶ大長考のまま、封じ手の時間となりました。藤井王将が選んだのは、大方の予想に反して受けの一手。本局は、羽生九段の猛攻が結果を残した一局となりました。対局後藤井王将は、AI が、先手ちょっと違いますよとした49手目については、少し珍しい形なので、そのあたりで、前例の多い将棋と比べて違いが出てくるのかなと思いながらやっていました。とし、重要局面だった封じ手の66手目5二同、玉以降については、藤井王将も、本譜か同、銀で迷われましたが、73手目に、3一角と先手に打たれるのが思っていたよりも厳しくて、ダメにしてしまったかなと思っていました。としております。想定は、していた、けれど、実際、その局面になってみると、違ったという気持ちが込められた言葉でしょうか。敗因については、封じ手で長考したところで間違えてしまったと思うので、5二同、銀も考えていて成算が持てなかったというところはあったんですけど、読みの精度が足りなかったかなとは感じています。と AI が示していた通り、流れが変わった封じ手に触れています。そして、最後に、本局については、早い段階でバランスを崩してしまったのが少し残念ではあるので、次局以降、内容を良くしていけるように頑張りたいと思います。と語っていましたが、次の対局以降は、藤井王将もフルスロットルで参りますからご安心ください。対して、羽生九段は次のように述べています。序盤については、途中まで前例をなぞって指していたんですけど、銀桂交換56手目になったあたりから、どうなるかわからないまま指していました。としています。そして、序盤、ずっと先手に触れていた AI がちょっと違いますよと言い始めた。49手目7八玉について、記者が、そういう意味合いも込められてのことでしょう。珍しい手でしたと話を振ると、先手は打開しないといけないので、駒組みで工夫をしたという意味です。と、羽生九段が答えています。意外や意外。ここまで順調に AI は評価していたのに、羽生九段はそれでは、ダメだと感じていたのですね。この49手目から先手57手目までは、ずっと先手に触れていた評価値が迷っていたのです。ですから、羽生九段の体内形勢とはちょっと違っていたことがわかります。そして、難しいと思ってずっと指していました。封じ手のあたりも、どういう展開になるのか予測できない局面だったので、はっきりしない状況が続いているのかなと思っていました。ともしています。大きく形勢を変えることになる封じ手については、本譜も、プロ棋士が予想していた5二同、銀両方あるとしていたと、語っていますので、想定内だった模様。本譜だからチャンスだという感覚でもなかったのかな？本局の感想として、負けてしまうと角番になってしまうので、
タイに戻せてよかったなと思います。次の対局については調整していい将棋が指せるように頑張ります。と感想を語っていました。107手で勝利した対局でしたが、手が震えていますねと。解説陣から声が上がったのは、105手目を指された時でしたので、最後の最後まで気を抜かずに集中していたことがわかります。この対局について、杉本八段は、羽生善治九段の完勝です。藤井聡太王将も終盤粘りましたが届きませんでした。これだけ大差で負かされた藤井王将を見るのは久しぶりです。封じ手は究極の二択でしたが、ここで差がついた感があります。その後の受けも、普段の藤井王将らしくなく、やや焦っている印象でしたが、これは、当事者しかわからない対局者心理がありそうです。それだけ羽生九段が充実されていると、私は感じました。次の第5局、羽生九段の戦型選択にも注目ですが、今回、大きな反省材料を得た藤井王将の進化にも期待しています。このように詳しい分析をしつつ、さらなる進化を期待しています。これ以上の成長があるのかどうかといった感じですが、次は、キレッキレの将棋を見せてくれることでしょう。まだ、王将戦の挑戦が決まる前に、羽生九段は、メディアの取材を受け、次のように藤井王将について語っています。本当に強いですよ。タイトル戦は、スコアでは圧勝していますけど、本人は、楽に勝ってるとは全く思っていないでしょう。膨大な時間を研究に費やしているんだろうなというのは、棋譜を見れば伝わってきます。としており、プロ棋士ならば、棋譜を見れば圧倒的な研究量であることがわかるとしています。今や、そのオフの時間の使い方については非公開ですが、研究量も圧倒的ならば、その質も桁違い。そして、今や当たり前のように活用されている AI。羽生九段は、AI 将棋に対して、恐怖心がないというのは本当に強いと感嘆していましたが、恐怖心をなくすのは大変なこととも語っています。それ以前の世界観の中で戦ってきた棋士からすると、相当な恐怖があるのでしょう。ですが、逆に、AI 将棋から入った世代にしてみれば当然の指し手。今は、そこに大きな差がありますが、羽生九段を見ていると、うまく取り入れることができているのではないかとも思います。これまで、果てしない対局をこなしてきた羽生九段。勝ちたいという気持ちを強く持ちすぎると、オーバーモチベーションで、自分の力が発揮できない。だから、そぎ落とすことが大事です。ただ、負けたくないという気持ちまでなくなると、モチベーションが下がるので意味がないんですよ。本当に、何のためにやってるのかわからなくなっちゃう。だから、その間が一番いいですね。としていますが、結果を出したいと強く思いすぎるために、焦りが生じ、平常心ではいられなくなる。これが、人間が一番陥りやすい問題。将棋の戦い方こそ違え、とこれまで、99期の結果を出してきた棋士だけに重みのある言葉です。さらに、その羽生九段の記録を次々に塗り替えて、20歳で王者に君臨している。藤井王将は、その気持ちのコントロールが抜群とも言えます。勝ち負けの先にある将棋の真髄を追うことを第一義としながらも、プロ棋士ですから、結果を常に求められる環境の中で、最高のパフォーマンスを見せ続けている凄すぎる存在。学生なら成績や受験、会社員なら仕事で結果を出す必要があり、その根底にあるのはお客様のためという本質を見失ってはならない。経営者ならば、さらに、社会貢献という大義があったりもします。それを忘れて結果だけを追い求めると自分まで見失うことになり、ひいては失敗へと突き進む道へ大暴走。そのバランスが非常に難しい。厳しい世界で生きている私たちは、将棋という勝負の中に、それぞれの立場でしのぎを削り勝ち取る勝利の美しさを見ているのでしょう。さて、この対局への声が多数ネットに上がっていました。未だかつて見たことがない数でしたので、多くの方が興味を持って視聴していることがわかります。10日20時現在で900ほどのコメントが日刊スポーツの記事ですらついています。驚きです。最後に、
その将棋ファンの声を紹介して終わりにします。羽生先生の大ファンを自認する自分でも、この展開は予想すらしなかった。7番勝負出られたことがまず嬉しかったし、1番でも勝てれば面目は立つと思っていた。それが、2勝2敗の五分、内容的にも実力伯仲になるとは。もう最高すぎる。もちろん藤井先生も素晴らしいけど、羽生先生の将棋で育ってきた将棋ファンにとって、これが、どれほど嬉しいことか。もちろん5年齢もあって全盛期ではないけど、当代最強の棋士にあの手この手で立ち向かう、今の羽生善治の本気がこんなに熱いなんて。もう結果がどうなろうと、最後まで応援し続けないと。平成、令和の天才棋士対決として、注目度が非常に高かったが、期待値を超える好勝負になった。共に、先手番で2勝ずつ、とりわけ、1局目、2局目は、共に天才らしい攻守を見せての勝利。3、4局目は、後手番の封じ手交差がついたのは、お互いにプレッシャーを感じているからかもしれない。交際艇でも2局見られるのが嬉しいし、最終局まで持ち越すことになれば、歴史的名勝負になるだろう。仮に羽生さんが勝利して、藤井王将相手に100タイトル目を獲得、ということになれば、21世紀将棋史に残る棋戦になる。同時進行で楽しめることに感謝したい。もう最高すぎるタイトル戦となってきた、藤井王将の驚異的な強さは分かっているが、羽生九段と同世代の私としては、将棋の面白さを教えていただいた羽生九段の今日の勝利。そして、2勝2敗の五分に戻したことは、最高の展開になってきたと。このまま7局まで行って、将棋の歴史に後世まで残るタイトル戦になってもらいたい。改めて、羽生九段の強さを実感させられる時代を作ってきたレジェンドの活躍に感動してます。夢のタイトル100期見てみたい。同時に、藤井王将の防衛そして、八冠制覇も見てみたい。これからの王将戦、目が離せない展開です。終盤戦に突入する世紀のタイトル戦から、ますます目が離せない。次戦、第5局は、約2週間後の2月 25.26 日の両日、島根県大田市の三瓶荘で行われる。Against the door, I can hear your laugh resonate behind that door. You don't even see me when she's there. I could disappear, you wouldn't even know.